皆さんこんにちは、かねです。現在絶賛メガ割開催中ということで、最近さ、いつの間にかメガ割クーポン3枚だったのが4枚に増えたりして、よりねたくさんの商品をメガ割で買えるようになったと思うんだけど、まだまだ12日まで期間開催中ということで、今回も超絶おすすめな韓国1位のアイテムたちを紹介していきたいと思います。私の動画では多分珍しいと思うんだけど、いい香りのお話です。まずはこちら、ルアペのホワイトアプリコット。これね、何の1位かっていうと、前回のメガ割で香水カテゴリーで1位の商品なんです。韓国男子からは女性に使ってほしい香水として人気らしい。これね、メガ割のランキングに入ってたの私も見てて、わ、どんな香りなんだろうって思ってたんだけど、香り物ってさ、正直ネットだけだと買いにくいじゃん。なので今回は私の嗅覚と語彙力を頑張って使ってレビューしていきたいと思います。香りについて商品ページには、甘い桃とほのかなジャスミンプラス滑らかなムスクが混ざって幼すぎない成熟した少女の感じ、アンズと桃の組み合わせで少女らしさと熟成した香りってあるんだけど、これ最初嗅いだ時ね、めちゃくちゃいい香りで癒されると思った。私ね、甘すぎる香りがちょっと苦手なんだけど、ほのかなジャスミンとムスクが混ざり合うとこんなに爽やかないい香りになるんだと思って、なんか香りの表現すごい難しいけどさ、フルーツが香るようなことが書いてあると結構甘いイメージがあったのね。でもこれは爽やか、なんかね、想像よりも甘ったるくないし、甘くて官能的な香りっていうよりかは、私は寝る前にもつけたくなるような癒されるいい香りだなって感じ。商品ページにさ、少女らしさと成熟した香りってあるんだけど、え、わかるって思って、なんか私的には初恋の日の夕方みたいな香りがします。本当に爽やかでちょっと胸キュンみたいな、そんな感じの香りです。道ですれ違う異性を振り返らせる魅力的な香りっていう風に言われてるらしい。確かにね、これね、振り返るよ。すれ違いざまにふわっとこの香りがしたら、え、すごくいい香りですねって思っちゃうと思う。実際に男子代表として夫の T さんに感想を聞いてみたら、 T さんもすごいいい香りっていう風に言ってました。本当にこのパッケージの通り、可憐でなんかどぎつくないんだよね。相手にいい印象を与えてくれるような香りだから、この香り嫌いな人いないと思います。私の動画を見てくださってる方の中には婚活中の方も多いと思うんだけど、婚活中ってさ、いろんなことが起こるよね。自分の心も山の天気のようにいろんな感情になるし、時には迷ったり落ち込んだりとかすると思うんだけど、そういう元気がない時に自分を励ます意味でいい香りの香水をね、まとうのもいいと思うし、なんかさ、香りってさ、結構記憶とリンクすることあるよね。昔何かで見たのが、脳みそで香りを感じるところと記憶する場所がなんか近いだかなんだかで、香りと記憶ってセットになりやすいらしいんだけど、だからこそ婚活中に使ってた香水って自分の記憶にも残るし、お相手の記憶にも残るだろうから、結婚後も2人にとって特別な香りになるんじゃないかなって思うと、すごい素敵と思いました。私はね、ペットを飼ってるので何もない日は基本無臭で過ごしてるんだけど、本当はね、香水超大好きなので、私湯船に浸かるのが大好きでさ、真夏でも結構熱々のお湯に浸かって滝汗流すのが好きなんだけど、お風呂の中はカプチーノも入ってこないから、香水をねちょっと振りまいて香りでリラックスしたり、あとはカプチーノお留守番で T さんと2人だけでデートしたり、時々旅行する時とかつけたりしてます。でも香水ってさ、どこにつけていいか悩むよね。みんなはどこにつけてるんだろう。よかったらコメント欄で教えてほしいんだけど、私はね、この首の後ろにワンプッシュするのが好きで、そうするとね、髪が揺れた時に自分がいい香りに包まれるの。そう、それでいつも癒されてます。意外とさ、友達に聞いても人それぞれなんだよね。この方法を聞いていいなって思ったものがあるんだけど、香水を嗅いだ時に香りがちょっと強いなと感じる香水は、下半身の方にワンプッシュして、香りが弱いなって感じる香水は手首とか首の後ろにかけるとちょうどいいんだって。理由は、香りって下から上に上がってくるから、強い香りならほのかに香り
香る場所、弱い香りなら脈打つ部分を利用すると長時間香りを楽しむことができるらしい。ぜひ試してみてください。これ本当に一度嗅いだら人気な理由マジでわかるなって思います。ボトルが超可愛いからインテリアとして飾ってもポイントになるし、なんかいい香りってさ、なんとなく女性性が高められる感じがするんだよね。なんかさ、大体の人がさ、仕事モードの時は男性性が強くなるって言うじゃん。だからこそ平日の仕事モードと週末の切り替えで使ってもいいと思うし、もちろんね、万人受けするいい香りだから毎日でも使いやすいし、やっぱりいい香りをまとうだけで自分が癒されるから、パワーが欲しい人におすすめしたいです。続いてのおすすめはこちら、ルアペの513。これね、結構使っちゃったんだけど、本来はパンパンに入ってます。これはね、最初に紹介したこのホワイトアプリコットのソリッドパフュームバージョンです。質感がね、面白いの。固形になっててシャーベットテクスチャーなの。これわかるかな、肌にスッと馴染むんだよね。オードパルファムと比べるとまろやかで自分の肌に馴染んでほのかに香る感じだから、こう頭にツーンとくる感じでは全くない。なんかこういうさ、ほのかな香りのものってすぐ消えちゃうイメージがあったんだけど、これは6時間から8時間ぐらい続くから持ちがすごく良くて、アルコールフリーだからお肌が敏感な人とか香水が初めての方にもおすすめです。このソリッドもさ、どこに塗るか迷うと思うんだけど、こちらもね、さっき紹介した香水と同じように動脈が走る手首とか首の後ろ、あとはデコルテとかくるぶしの周りに塗るとお肌に馴染んでほのかに香りが香るのでおすすめです。私的には耳たぶの後ろとかにつけるのも良かった。香水だとさ、液体だからさ、あんま耳の後ろとか塗りにくいと思うんだけど、これだったら量が調節できるから、ここにピョンって塗っておくと自分の鼻とも近いから、ずっといい香りに癒されて、なんかオキシトシンが出る気がする。これはね、個人の感想なんだけど、幸福度上がります。で、香水好きの人にやってみてほしいのが、オードパルファムとレイヤリングすることです。そうすることによってより長い時間豊かないい香りを持続することができます。本当に香りってやっぱいいよね。一日が鮮やかになる気がする。他の香水ともレイヤリングできるから、たくさん香水持ってる人だったら自分で好きな香りをブレンドできて楽しいと思います。個人的にはローズ系のものと合わせてもいいんじゃないかなって思う。これだったらカバンに入れても割れる心配ないし、液体じゃないから漏れる心配もないし、旅行にもいいよね。なので持ち運ぶなら絶対これです。それからルアペから新発売のハンドクリームもおすすめです。ホワイトアプリコットとブルーニングピオニーの香り2種類あります。ルアペの人気ナンバーワンのオードパルファムの香りをそのまま詰め込んだ潤いたっぷりのハンドクリームで、パフュームハンドクリームとも呼ばれてるほど香りがすごくいいです。ホワイトアプリコットは最初に伝えたように甘い桃とほのかなジャスミンの香りプラス滑らかなムスクって感じで、こっちのブルーミングピオニーはディオールのブルーミングブーケの香りです。いや、香り癒されるわ。こんな感じの質感で柔らかいから、お肌に塗った瞬間に優しくなじみます。ベタつかず肌になじむから、分厚いクリームを塗ったような重い感じとか、こうペタペタする感じがね、全然ないの。だから夏にも絶対いいと思う。でね、香りだけじゃなくって成分もいいんです。私の推し成分パンテノールとセラミドが配合されてるから、ちゃんと潤っていい香りが長続きします。私ハンドクリームのベタつきが本当に苦手で、せっかく塗ってもなんか塗ってる感が気になって、結局腕とかまでこう広げちゃったりするんだけど、これはね、サラサラだからすごい使いやすいし、日中は PC 作業が多いので手元がいい香りだと仕事中も癒されるの。最近ね、ずっとネイルセルフジェルやってるんだけど、ネイルケアにさ、いつも困ってて、でもこれを爪の先に塗り続けたら、やっぱ保湿されたのか、地爪も元気になってきた気がする。手先に塗っておくとさ、自分の手が動くたびにこの周りも香るから、
この空間がねふわっと華やかになるし、でもほのかに香るだけだからいかにも香水プンプンって感じにならないからさ、いやらしくなくてやっぱ使いやすいなって思いました。パフュームハンドクリームは相手に何か物を渡す時とか手を握る時にも香りを残せるらしいです。私今度ね憧れの美容家さんの本のお渡し会に応募したので、その時絶対つけていこうと思ってます。なんかこういうパフュームハンドクリームってさ、年齢とかに関係なく好き嫌いのないナチュラルな香りだし、価格帯とかデザイン的にもプレゼント用にもいいと思うんだよね。これ箱まですごく可愛いのよ。やっぱスキンケアとかコスメとかって肌質とかさ好みが結構分かれるものだと思うんだけど、こういうパフュームハンドクリームだったらもらったら絶対嬉しいし絶対使うし、普通のハンドクリームよりもやっぱり特別感があって嬉しいと思うんだよね。ということでプレゼントにもおすすめです。それから最後、香りといえばこちらエピューノルのセラブルーチンスプレー。今年の上半期何度も何度も紹介してきたと思うんだけど、今回の目変わりでもやっぱりおすすめしたいです。私はヘアトリートメントに結構うるさい方なので、もっと質感がこうだったらよかったなとか、パッケージがスプレーだったらよかったなとか、オリーブヤングで買っては文句ばっかり言ってたと思うんだけど、やっとこれだというものを見つけました。私はねもともと猫っ毛で全く腰がないふにゃふにゃの髪の毛なんです。巷のトリートメントってボリュームを抑えるのがメインのものが多いと思ってて、それだと自分の髪がもっと縮小しちゃうのね私はむしろしっかり腰もあってサラサラな髪の毛っていうのがあったので、本当にこれに出会えて良かったです。個人的にはこのスプレーっていうことがねお気に入りポイントの一つで、本当シュッシュッとやるだけでさ髪の毛サラサラ確定なのよ。そしてねシャンプーしたてみたいな爽やかな香りがずっと続くのもすごい好き。髪全体にねしっかりコシが出てサラサラになって、毛先はしっかりまとまるし、そしてやっぱり香り本当にいい香りがするので、これ使うだけで清潔感アップするなって思います。清潔感ってお金で買えるんだなって思いました。やっぱさ世の中の美しい人って共通点があると思ってて、一つは肌が綺麗、その次は姿勢が綺麗、で三つ目は髪が綺麗だと思うんだよね。中でも一番毎日のケアが難しいのって意外と髪の毛なんじゃないかなと思うんだよね。このスプレーは濡れた髪にも乾いた髪にも使えるんだけど、これを使った後にドライヤーとかアイロンの熱を加えれば加えるほど栄養分がね髪の毛に浸透して、髪の毛が一本一本整うからサラサラ髪になるっていう風な原理なんです。なので普段のトリートメントとしてはもちろん、ヘアセット前のブースターとしても使えて一石二鳥の商品なんです。やっぱ毎日使えるっていうのがいいなって思います。香りもすごい爽やかだから、これ使い始めてから友達にシャンプー何ってめっちゃ聞かれるようになりました。髪の毛がいい香りだとさ、風に舞ってほのかに広がるブルーミングフローラルの香りが気持ちのいい一日にしてくれます。そんな感じで今回はいい香りのアイテム5選紹介しました。気になる商品があったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。